災害、タイの中国、太陽光パネルと地買収ということでお送りいたします。ぜひご覧ください。先週末の熱海の土砂災害、あの映像を多くの人が見てですね、ショックを受けています。そしてその映像が今主に SNS を通して世界中に広がっているということですね。でまだ多くの方が行方不明の段階ではあるんですが、私自身この熱海ということで大変気になっていたのがこの中国との関係です。この熱海という中国との関係なんですね。でそれは太陽光パネルと土地の買収です。熱海の不動産土地が実はここ数年ものすごい勢いで中国投資家に買われている。今日はこのことをお送りしたいです。まずこの熱海の土石流と太陽光発電メガソーラーの因果関係というのが今問題になっています。それはまだはっきりしていません。ただ、まあ、この土石流の起点となった地域に山が削られて太陽光発電メガソーラーが設置されていた。そのことによって土地の保水力が落ちたと、これが落ちた温暖化原因ではないかというこの因果関係が言われているわけですね。まあ、しかし、まあ、この設置した業者はそれはそうではないと、水が流れた方向が違うので、因果関係はないというふうに言っているわけですね。まあ、この辺はまだはっきり分かりません。で、ただこの問題に関して、闇の熊さん、まあ、YouTube で、こういう動画を昨日ですかね、太陽光パネル原材料価格の倍にまだ太陽光発電続けるのかという、こういう動画をされていました。このところ闇の熊さんがこの問題をずっと続けて取り上げられていますけど、特にこの太陽光パネルの問題、太陽光パネルっていうのが、今年になってですね、中国のウイグルで、新疆ウイグル自治区でウイグル人を強制労働によって、原材料を使わせていたし、ポリシリコンっていうのがこの太陽光パネルの原材料なんですけど、まあ、それがアメリカとか世界で、輸入禁止になってるわけですね。それによって価格が5倍になっているという、まあ、こういうことを取り上げられています。でこの太陽光パネル、太陽光エネルギーの問題と、この新疆ウイグル自治区の強制労働の件は、この私のチャンネルでは4月の20日に取り上げました。中国企業が支配、世界の太陽光エネルギー、新疆に4工場ということで、ここでこの太陽光発電とウイグル人強制労働の問題というのが出てきたわけです。これが今年の4月でした。で例えばこれはウォール・ストリート・ジャーナルが綿花に続いて太陽光パネルとウイグル人の強制労働ということで、新疆の主力の産業を狙う綿花、新疆の、これがウイグル人の強制労働で作られているということだったのが、それだけではないと、太陽光パネルもそうだというのが明るみに出てきたわけです。で、この件に関して、アメリカのメディアではブルームバーグがスクープで大きな記事を出してきたんですね。でそのブルームバーグの調べによると、この太陽光パネルの原材料であるポリシリコン、このポリシリコンの、生産のなんと 48%、 世界シェアの 48% がこの新疆ウイグル自治区で作られているのである。そしてその他の中国も含めると、中国の 82% なんですね。8割以上占めていると、ということになっていて、要は太陽光パネルを使うということはこの中国の原材料を使うということであり、そのもう世界の半分近くがこの新疆ウイグル自治区、つまり強制労働と直結しているんじゃないかという話になっているわけです。じゃあなぜポリシリコンというこの太陽光パネルの生産が新疆ウイグル自治区なのか、人件費が安いから、つまり強制労働が行われているからではないかということなんですね。でこれ、まあ、こういう懸念というか疑いの段階だったんですが、このあとアメリカのバイデン政権はすぐ動きましたね。バイデン政権、ウイグル人強制労働に対する政策ということで、先々週になりますけど6月の24日、ホワイトハウスのファクトシートということで正式な発表があったんですが、太陽光パネルの、材料生産、先ほどのポリシート、これを生産している中国企業5社について、アメリカ企業との取引の禁
禁止ということを発表してきました。でこれはあのバイデン政権の国土安全保障長官、マヨルカス国土安全保障長官ですが、こう言っています。アメリカはサプライチェーンにおいて現代の奴隷制度を容認しない。もうこのウイルスで行っていることは現代の奴隷制度だと、もうこれサプライチェーンであったとしても容認しないというふうに言っています。でまたこれは先週ですね、7月1日アメリカ国務省は世界各国の人身売買に関する年次報告書っていうのを提出しています。人身売買です。その中でウイグル人強制労働を痛烈に批判している。この強制労働っていうのは、これはもう人身売買の最たるものなんですよね。で、この国務省の年次報告書を出した、ブリンケン国務長官がですね、強制労働で生産された製品をサプライチェーンから排除せよと。ということで、完全にもう中国の特に新疆ウイグル自治区で作られている綿花だけではなくて、この太陽光パネル、これについても排除するということを、そういうはっきりとした方針をアメリカも出してるわけです。日本は、じゃあ日本はどうなるか、日本はもちろん出してません。でそんな中で、日本の中でこの問題に関して、明確な発言をされている方があります。この本、脱炭素は嘘だらけという本、この本の著者であられる、杉山大志さんはキャノングローバル戦略研究所研究主幹でいらっしゃるんですね。私この方ぜひ直接お会いしたいと思って、実は先日お会いする機会をいただきました。でいろいろお話も伺ったんですね。で素晴らしい研究をされていて、はっきり言ってこの脱炭素というのは嘘であるということ、もう研究者の立場で、もともとこの方は国連の、温暖化問題プロジェクトチームにいらっしゃった方なんですよね。ですから温暖化対策の対策をやってる側にいたんです。でもそれをやってる側にいて、なんかおかしいと、これ嘘じゃないかっていうふうに呼ばれて、今度はそれに反対する側になってるという、そういう方なんですね。でこういう本を出されていまして、この本の帯に、小泉大臣、問題はレジ袋ではなく中国ですということで、実はこの本、中国批判の本なんです。脱炭素は嘘っていうことを言ってるだけじゃなくて、中国批判の本なんですね。で、こういうことが出ています。問題は太陽光発電に限らない、化石燃料や原子力の利用を止めて、脱炭素ですね。風力発電、電気自動車を用いることは、レアアースへの依存を高める。レアアースの中国系企業が世界全体の7割を生産しているということで、この太陽光パネルということは太陽光発電で、これの元となる材料は中国の8割、それから風力発電も電気自動車もレアアースに依存するので、これも、中国系企業が世界の7割ということで、これ今すべてもう世界の産業界が中国に依存する方向になぜか向かってるのか、これでいいのかと、でこれはもう嘘なんだっていうことを、この本の中で主張してくださってるんですよね。で、政府と金融機関はこの CO2 変調、この脱炭素とかいう CO2 変調をやめて、脱中国依存を新たな潮流にすべきだろうと、やるんだったらこの中国依存をやめるべきであって、 CO2 変調をこれは欲しいんだということを言われてるんですね。で、この杉山さんには一度じっくり私のチャンネルで、話していただきたいというふうに思っています。そういうことをお願いしています。YouTube でもやりたいと思いますし、ニコニコチャンネル、私のニコ動の中で、こちら時間が尺が長いので、じっくり話していただこうというふうに考えています。で、この杉山さんがですね、日本の太陽光パネルは8割が海外からのものだと。日本のメーカーもあるんですよ。あるんだけど、8割が海外のもの。多分これ、コストの問題なんでしょうけど、そしてその多くは中国製品というふうに言ってるんですね。で、例えば、中国の太陽光メーカーで、ジンコソーラーというメーカーがあるんです。これ、多分これ、確かこれ世界1位なんじゃないかと思うんですね。ジンコソーラー。
このオイルメーカーがあるんですが、これ今年の1月8日のニューヨークタイムズの記事で、中国系太陽光パネル企業とウイグル人強制労働の代表の、これ1月の初めの段階でニューヨークタイムズはこういうのを出してたんですよ、こういう記事を。で、この中に先ほどのこの、人工ソーラーが出てくるんですよ。で、要するにこの会社が新疆ウイグル自治区でウイグル人の強制労働に関係してるよってことが出てるんですね。ところがですよ、この日本の中では、これあのメガソーラービジネスというこの太陽光ビジネスに関しての、ネットのメディアなんですが、そこのニュース、去年の1月22日のニュースなんですが、その中で、人口、釧路の蓄電池併設メガソーラーに太陽光パネル供給ということで、この人工ソーラーという中国の企業が北海道の釧路でメガソーラーを供給するというのはニュースになっています。しかしこれウイグルの強制労働と関係している企業だということなんです。で、ここまでがこの、太陽光ということで、熱海の今回の問題となった土石流の起点となった地域にある太陽光のメガソーラー、これまあなんか政府の言い方で言うと、これメガソーラーじゃないって言うんですよね。1万キロを、もっと大きな、基準じゃないとメガソーラーって呼ばない、メガって言わないらしいんですけど、まあ、どっちにしても、この太陽光パネルの施設、これは中国製かどうかわかりませんが、もう多くが、もう杉山さんに言われる通り、もう多くが中国製、そしてもう、原材料のポリシリコンまで見たら、もう中国製にである可能性が高いわけです。そういうのが使われているということを、まず認識した上で、その上でもっと大きな問題が、これなんです。これは、中国の人民日報のウェブ版で、人民網という、中国の国営のメディア、それの日本語版があるんですね。日本語版、先月の6月8日の記事です。中国人による不動産購入、日本での不動産購入です。それは日本の小都市が密かなブームという記事なんですね。で、これまで中国人の投資先っていうのは東京や大阪の、タワマンとか、商業地域のオフィスビルだとかっていう、そういうものに限られていたのが今変わってきたっていうんですよ。そうじゃなくて地方のリゾート地であったり温泉、こういう温泉地、こういうところに中国人投資家の日本への投資、不動産土地投資が変わってきた。で、その中でこの記事によると、注目されているのが、静岡県の熱海市だというんです。これが、ね、この1ヶ月前の記事なんですよ。で、この熱海市というのは、もうこれ、伝統的な日本の温泉地、リゾート地であって、特に、90年代の、80年代、90年代初めのバブル期では、豪華なリゾートホテルというのがたくさんできたわけですよね。ホテルラッシュがあった。しかし、その後、バブルが弾けて、みんな失敗もあったわけですね。で、長年この熱海は低迷してたんですが、今どうかというと、奇跡の V 字回復をしてる。で、バブル期以来のホテルラッシュなんですね。で、そんな中で、じゃあ一体誰が投資してるのか、中国人投資家になってるんですよ。で、これ実は私もずいぶん前から聞いていまして、地元の間接的になんですけど、私の友人の、不動産関係の人間の知り合いから、間接的にずっと聞いてたような気になっていたんですけど、この熱海で、中国人の投資家がもう一回来てると。で、例えばこの相場の、数倍、2倍、3倍の価格で購入してくるっていうんですよね。で、これが非常に大きなブームになってるんですね。ひそかなブームになってるっていうんです。熱海で起きてるとか、そういうことが起きてる中での今回の出来事、別にここに因果関係を何か強引に結びつけようとしてるわけではありません。ただ、こういう事実があるっていうことを知っておくべきではないかと思うんですね。で、なぜこういう中国人投資家が熱海のようなところで、小都市のリゾート、温泉地で投資をしているかというと、中国人が経
経営管理ビザというのを習得できるんです。中国人が日本に滞在するためにはビザが必要です。これはもう外国人が、その国に滞在するには、まあ、どこの国もそうですけど、ビザ、滞在許可というのが必要です。そんな簡単に取れるものはありません。しかし、これ、投資してるので、中国人が。日本に投資してくれている。でも結構な額。となるとですね、日本政府はこういう場合に、その投資してくれた中国人にビザを提供するんです。これが経営管理ビザというものですね。最長5年くらいあります。で、このビザは1回取れば、まあ、更新が可能なので、まあ、実質何年もいられるようになるわけですよね。こういうことが起きてるというのを、知ったんですね。で、まあ、今日のまとめとしては、先ほどの、杉山太一さんのこの、脱炭素は嘘だらけという感じがあるのに、今、この、まあ、脱炭素ということで、太陽光パネルだとか、風力発電だとか、電気自動車とかって言ってるけども、それよりも、そんなことよりも、脱中国依存を新たな情報にすべきなのではないでしょうか。今日はここまでです。ご視聴誠にありがとうございました。ざわめく時代を切れ死なずになったのかよ。土砂災害との因果関係はちょっとそこまではわかんない。シナ人と結びつけるのはちょっとおかしい。タイトルがね、まあ、そんな感じだった。それはちょっと違う。ちょっととか全然違う。はい、皆さんこんにちは。取材する YouTuber こと有職通信社の須田慎一郎です。今日はですね、まあ、前回の続編といったらいいんでしょうかね。東京都議会議員選挙、勝ったのは誰かというところについてですね、深く見据えていきたいと思います。まあ、結論から先に言った方がいいでしょうね。まあ、2つポイントがあります。勝ったと言ってもいいのはですね、もう言うまでもありません。小池百合子東京都知事、別に選挙に出るわけありませんが、まんまとしてやったり、心の中でね、馬在参照を、してるんではないかな、こんなふうに思いますね。一人目は小池百合子、東京都知事で、二つ目はですね、ここ見ていただくと分かる通りですね、立候補者全員当選を果たした、まあ、公明党ということになってくるんではないのかなと。そんなふうに思いますね。で、まあ、前回のですね、東京都議会議員選挙からですね、動画で申し上げたようにですね、はっきり申し上げてですね、自公は比較的というかかなりですね、余裕の手でした。ね、東京都議会議員選挙に入る前の情勢分析がどうだったかというとですね、もうはっきり申し上げて、都民ファーストの会はですね、まあ、言ってみれば議席数を大幅に激減するだろう。で、その一方で、自民と公明党がですね、自民党と公明党で合わせてですね、過半数以上の議席を、しかもですよ、最低でも過半数以上の議席を獲得するという、そういう試みだったはずなんですよ。じゃあ、過半数どのぐらいかというと、64議席です。定数127、過半数は64議席。結果はどうだったのか。で、自民党、まあ、確かに増えました。第一党取りました。25議席から33議席へと伸ばしたんですが、結果的に公明党は全員当選を果たしたんですけど、足して56、届きません。過半数に届かないということをもってして、まあ、自民党は事実上のですね、敗北と言ってもいいんではないかなと思いますね。で、そして明けてですね、5日の日に、菅総理がですね、記者団に対してこういうコメントを出しています。都民の皆さんにお約束して戦った自民党と公明党で過半数を実現できなかったことは謙虚に受け止めさせていただきたい。もう事実上のですね、敗北宣言です。これはっきり教えてね。ということで、過半数割り込むとは言っても公明党はね、まあ、立候補者全員当選を果たしているわけですから、その席はですね、人目に自民党にあったんではなかった。
かなと思いますね。つまり自民党が勝ちきれなかったっていうね、いうのはですね、今回の選挙なんですが、じゃあなぜ勝ちきれなかったのかっていうと、見てわかるとおりですね、思いのほか、都民ファーストの会議を頑張ったということになると思いますね。じゃあ、まあ中盤から後半にかけてですね、大きく都民ファーストの会は、盛り返してきたというふうに言っていいと思うんですが、やっぱり小池さん、察しですね、政治家ですね、政治手腕はたけてますね。どういうことかというとですね、まあ、小池さんとしては今回の東京都議会議員選挙、非常に苦しい選挙でした。ね、まあ前回のこの動画で申し上げたようにですね、小池さんが、頼みの綱としているのは、自民党の二階幹事長ですね。まあ二階小池ラインというのがありましてですね、まあ二階さんとしては自ら幹事長、選挙での最高の責任者ですから、まあ自民党がですね、負けるというね、選択肢はありえない、自らの責任問題にも、発展してくるということで、自民党がですね、大負けに負けるということはありえないということで、小池さんに選挙では動くな、動くんだったら公平にというようなことがあって、小池さんは、まあ、国政への復帰あるいは自民党への配布ということを考えて、まあ、二階さんだけはですね、頼みの人ですから、その二階さんを袖にするわけにはいかない、小池さんとしてはですね、都民ファーストの会の前面に立ってですね、選挙戦を戦うわけにはいかない。だけども都民ファーストの会がそれこそですね、一桁台に落ち込んでしまえば、あるいは、自民公明合わせて半数以上の議席を都議会で取ってしまうならば、自らの政治的影響力、都政における自らの政治的影響力がですね、大きく低下する局面は必須だったわけですね。それはそれで小池さんにとってまだよろしくないということですね。非常に厳しい結果を招きますから、それは何としてでも避けなければならない。そしてもう一つのポイントですよ、小池さんのバックに控えるというかですね、熱烈な応援団、それは誰かというと、公明党の最大の支援団体である創価学会、創価学会の中でも一番力を持っている婦人部、この婦人部というのはですね、小池さんにとっては非常に大きな応援団なんですね。ですから今回ですね、小池さんが都民ファーストの会議の前面に立って戦うということは、公明党の足を引っ張ることになる。公明党としてはですね、今回すごいですよ、立候補者全員当選、これ8期連続ですからね、8回の東京都議会議員選挙連続ですよ。今回も23人立候補させて全員の当選を目指していたわけなんですけれども、前回も、ね、お話ししたように23人中、ね、今回6人が新人です。そして、まあ、公明党の選挙戦というとですね、各県からも、応援団がやってきてですね、電話をかけましょう、個別訪問をするという形で全面的に支援体制を敷いていくというのを、得意としているわけなんですけども、ただそれもですね、このコロナショックの中においてもなかなかできない、各県からの移動をですね、制限がかかってきて、公明党にとっては今回の選挙戦は非常に苦しかった。加えて小池さんの都民ファーストも、先頭に立ってしまうとですね、公明党としては非常に厳しい状況になる。ですから小池さんは公明党配慮、総合学会配慮ということでも、都民ファーストの会をで、牽引するわけにいかなかった。そして考え出された、すごいですよね、あの奇策、入院、過労による入院、ね、過労による入院によってですね、一挙にですね、世間の同情を集める。しかもですよ、選挙戦の最中に退院してきてリモートワークに切り替えと思いきや、記者会見等々に出てきて、あの弱々しい姿を晒すんですよ、人々の前に、有権者の前に。そうすると一気に同情票が集まってくる、都民ファーストの会頑張れみたいなね、声が出てくるということで、一挙に盛り返していったというね、そういう流れです。ですから、最終日に激励に訪れた、あれね、応援演説は立ってませんよ、ただ単純に都民ファーストの会の、ね、何人かに応援に訪れたということで、小池さんここにありということを示してですね、一気に最終日にもう一回盛り上げていくというですね、まあ離れ技を、ね、やってのけたわけなんですけども、結果的に思ったほど負けなかったというところになりました、ね、ということでですね、まあ、今回の、東京都議会議員選挙、自らの政治力をアピールし、そして、政治的影響力を残すことに、大きな政治的影響力を残し、そしてさらにパワーアップさせることに成功した、小池さんが一番目の勝者ではないのかな、小池不在、ね、小池さんが、ね、有権者の前に出なくても、まあ、今回の東京都議会議員選挙の中心は小池都知事だったということは間違いないですよね。そして自民公明合わせてですね、関数
からです。これからの展開ですけれども、確かに過半数はありました。ただ、小池さんの存在ですけれども、まあ、結果的には都民ファーストの会は、小池さんの私兵ですからね、プライベートアーミーですから、小池さんの行くところに、ついていくということになるんだろうと思います。そうすると、小池さんの動向なんですけれども、どうですかね、これから自民、公明は実質的な与党化していくんだろうなと思いますね。そうするとどうでしょう。都民ファースト、自民、公明合わせて圧倒的な多数ですよ。そして、小池さんの自民党への復党が見えてくるんではないのかなと、そんなふうに思いますね。公明党とですね、自民党をとって、都議会与党であることについてはですね、異論はありません。まあ、そうでありたいというふうに考えている方ですから、やっぱりですね、都民は自民、公明、ね、この3党がですね、がっぷり組むかどうかですよ、がっぷり組むかどうかは別ですけども、緩やかなですね、与党を形成していくことになるんではないか、国政を睨みながら、緩やかな、与党を形成していくことになるんでしょうね。そして今後の展開ですよ、二階さん、そんな政治力、強い政治力を持っている小池さん、小池カードを手中に抑えました。さあ、ここで見えてくるのは、秋の、総選挙ではない、秋の総裁選、それに伴うですね、まあ、言ってみれば党役員人事ですよ。ね、つまり、二階さんをですね、幹事長から追い出そうとするトリプル A、ね、安倍、麻生、甘利、ね、この3人組に対してですね、対抗するためにはですね、保育カードを支柱にした、二階幹事長、これもパワーアップしたんではないか。このですね、両者の戦い、3AVS、二階の戦いというのはですね、今後小池さんの参戦によってますます激化していく。つまり二階さんにとってですね、やっぱり一番弱かったのは、ポスト菅という点で手持ちのカードはないことなんですね。言うまでもなくですね、まあ、菅さんの心中がですね、複雑です。あるいは安倍さんとしては、まあ、小池さんのことが好きではないこと、これ間違いありません。というところから考えてですね、小池カードを支柱に収めた二階さんが、さあ今後どういう手を打っていくのか、ね、自らをですね、幹事長の座から追い落とそうとしているこの 3A に対してどう対抗していくのか、それをじっと見守っているのが菅さんということになってくるんではないかなと思いますね。まあ、今回の、ね、選挙、よく東京都議会議員選挙というのは一地方選挙ではありませんよと、その年の国政選挙に大きな影響を与えますよと言った。それはどういうことかというとですね、有権者の気分、マインドの問題ですよね。つまり、地方議会の選挙とはいえ、ここで大敗を期して、国政選挙で負けることはないんだ。なぜならば、その前哨戦なんだから、有権者は、その2つをですね、ワンセットで見ているからなんだという説明がよくありますけども、今回の場合、状況は違います。今回の場合はですね、どういうことかというと、主人公、ね、影に隠れた主人公として、二階、小池、これがですね、いかに安倍麻生連合と対峙していくか、そのための資格があるのか、そのためのパワーがあるのか、それが壊れた試金石となったのが今回の東京都議会議員選挙。そういった点で言うと、小池さんですね、一気に影響力を失うのかなと思ったらですね、そう、兄はからんや。ね、小池さんが打った過労入院、退院、リモートワーク、記者会見、弱々しい、まあね、してやられたということになるんではないかと思いますけども、ますますですね、永田町劇場はこれで面白くなっていくんではないかなと、こんな風に思います。あ、そう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 、あのついでに言っとくとするとですね、あの共産一議席がしました立憲、まあ、ほぼほぼ倍増ですね、とはいってもですね、あの今回はですね、この両者、選挙協力がうまくいきました。抽選挙区というね、まあ、特殊な選挙戦だったためにうまくいった。じゃあ次のですね、国政で、それがですね、連携が取れるかどうかというと、これもですね、疑問です。はっきり申し上げてね、国政と地方が違うというのはむしろ、野党の方に言えるんではないかなと思いますね。まあ今回ですね、やっぱり、まあ、共産党の一議席増やし、立憲を倍増したっていうのはですね、まあ、ワンイシューに絞った争点ですよね。まあ、オリンピック・パラリンピックの中止延期、それを訴えた。しかし、不思議なことにですね、なんですよね、7月23日、東京都議会の初日なんですが、ね、この日何の日か知ってます？オリンピックの開幕日ですよ。ね、ね、中止延期を訴えて当選してきた議員が出席する、ね、初の議会の日に、東京オリンピックが開かれる。一体何だったんでしょうね、今回のね、東京都議会議員選挙って、まあ、
かりやすい、ね、まあ、単純な争点に絞って、それに対して徹底的についていく、徹底的な政権批判をしていくというのはですね、結構有効な策だなっていうことが、まあ、認識されたと思います。ね、過半数が取れないにしても負けない。場合によっては議席数を増やすことができるということを味を占めたわけですから、さあ、どういったワイン州に今回、今年の秋にですね、国政選挙、ね、絞ってくるんでしょうね、衆議院選挙にワイン州を仕掛けてくるんでしょうね。まあ、今回はですね、東京オリンピック・パラリンピック中止及び延期というのは、共産党が仕掛けた、ね、作戦です。もう早い段階からですね、オリンピック・パラリンピックの中止を訴えて、その見てる先にはですね、もう言うまでもありません、今回の東京都議会議員選挙があった、ね、ということですから、これがまたね、オリンピック終わっちゃいますから、今度の衆議院選挙は、ね、もうこれ使えません。ですから、どういったところにですね、それを絞っていくのかというところなんですけれども、さあ、どうでしょうね、消費税減税なんていうことを立憲民主党が、言い出してますけれども、まあ、そのあたりに有権者の関心が向かうのかな、まあ、今後の展開にちょっと注目なんですが、それに対して、どういうふうな形で自民、公明が、国政選挙で自民、公明がですね、その立憲民主党の消費税減税に対抗する政策を打ち出すことができるのか、公約を打ち出すことができるのかというところに注目なんですけれども、ただですね、このあたり、非常に厳しいですよね、麻生さんあたりが、ね、あるいは二階幹事長をですね、含めて、まあ、その消費税減税については、極めて否定的です、強い否定的です、まあね、あの菅さんというのは、自らの派閥を持ってないというのは、その被害が出てくるんではないかなと、そんなふうに思いますね。菅さんに決定権はありません。やっぱり、その背景にある向井 VS 安倍麻生、この構想劇に要注目です。以上です。皆さんこんにちは、宮古でございます。今回はですね、中国共産党超大物の X デーが迫ってるんじゃないかっていう話をしていきたいんですけれども、そのきっかけは何かって言いますとね、まあ、中国共産党が党設立100年記念イベントっていうのをやってましたよね。で、その式典の中で共産党の大物、すでに引退した人も含めてですね、式典に参加し、今あの人はどういう状況なのっていうのをテレビカメラでこう映されているわけですよね。その面々の中に江沢民がいなかったってことで話題になってるんですよ。江沢民という人はですね、大体そもそもが出たがりの人で、それだけではなくて、共産党の幹部というのはですね、もう病気だって思われると求心力を失ってしまうんですね。共産党の幹部にはそれぞれ子分がいるわけですけれども、もう親分がダメだなってなったら、誰か別のところに鞍替えするっていう動きが起こるわけですよ。別に人間的に尊敬してるから子分になってるわけじゃないですから、利権とか私利私欲、そういうもので結びついてるわけですね。昔小泉純一郎がですね、友情と打算とかいうことは言ってましたけども、共産党の場合は打算しかないからということでですね、もうこの人やばいんじゃないかってなると、さーっと周りから人がいなくなっていくんで、俺は健在だってことを示さなきゃいけないんですね。ということでですね、中国共産党のボスクラスの人物というのはですね、どんなことしてもこういう表舞台には出てこようとするわけです。今回も車椅子に乗って出てきた幹部もいますし、もう10年以上前の話なんですが、2007年3月の党大会の時はですね、もう病気で
かなり衰弱していたホワンジュっていう幹部がいたんですかね。この人がですね、無理やり出席して存在を保持すると、まあ、この人もいわゆる上海閥って言われている人たちの中の大物なんですが、我々の力はまだ衰えてないということを示すためにですね、出席し演説したんですが、その3ヶ月後、6月にはですね、亡くなってるんですよ。病死です。もうあと寿命3ヶ月しかないっていうところでも、無理やり出てきて存在を保持するって、このぐらいやらないといけないのが中国共産党の中の権力闘争のリアルなんですよ。あと3ヶ月で死ぬっていう人でも出てくる。にもかかわらず、今回江沢民が出てこないってことは、それ以上にやばい状態なんじゃないのっていう憶測が飛んでるんですよ。皆さん方の中には、江沢民は習近平にとっては敵対勢力、旧勢力の親玉だから、わざと外されたんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかしですね、旧勢力側の大物も呼ばれてるんですよ。ワン・フーリンとか、ハン・ジェンとか、江沢民と古文だと思われてる大物が出席してるってことはですね、習近平があえて呼ばなかったってわけではないと。姿を現さなかったのは江沢民側の都合。まあ年齢から考えても X デーは近いと。なので、もう今年中じゃないのということになってるわけですよ。なので私が普段からずっとこう見ている中国語圏の情報ソースの分析が正しければ今年中には X で来るんじゃないかと。もしこのニュース流れたら、あの時宮尾子が言ってたなと思い出していただきたいなと思いますね。ちなみにですね、共産党100年イベントに絡んだ話っていうのはいろいろ出てまして、常識を覆す情報っていうのが出てきて、これも話題になってます。それっていうのはですね、今回の式典に呼ばれたメンバーの中にですね、習近平の敵対勢力の家族が結構含まれてると。これが共産党の複雑会議なところなんですね。例えばですね、習近平を出席させて取って代わろうとしていた人物といえばですね、白吉らですね。この情報はアメリカに亡命しようとした王立軍からアメリカ政府に渡って、当時オバマ政権ですけどね、オバマ政権から習近平に伝わり、まさかそんな計画があるとはということで、習近平が白嫌いをとっ捕まえて刑務所にぶち込んでると、そういう状況なので、白嫌いの家族もね、相当冷や飯食わされてるんじゃないのって想像するじゃないですか。ところがですね、今回の式典に白嫌いの弟が呼ばれてるんですよ。これはですね、ちょっとその意外っていうことでですね、話題になってますね。さらにですね、毛沢東の娘も呼ばれていると。毛沢東と江青の間に娘がいましてね、その人物が今回呼ばれている。それだけだったら、まあ意外性はないと言いますか、今習近平は毛沢東と同じようなことをやろうとしている。第二の毛沢東になろうとしている。なので、毛沢東の家族に一目置くっていうのは分からんではないんですけども、その毛沢東に排除された人物といえば、劉少奇ですよね。その劉少奇の娘も呼ばれてるんですよ。これもですね、ちょっと意外なんですよね。劉少奇は文革の時にですね、排除されてしまったわけですよね。その家族は当然相当ひどい目に遭ってるんだろうなと想像するじゃないですか。ところがですね、共産党100年式典に娘が呼ばれているということは、まあそれなりに優遇されているんでしょうねってことになるわけですね。この他にも鄧小平の娘なども呼ばれてます。今習近平がやってることっていうのはですね、毛沢東路線、つまりですね、鄧小平路線をまあ否定するようなことを始めてるわけです。民間の企業活動をかなり制限してってる。習近平は共産党原理主義的なところがあります。つまりですね、毛沢東のように私有財産にとかね、全部国のもんだっていうような路線なんですよ。まあその具体例っていうのはたくさんあって、まあいずれ紹介しようと思ってるんですけれどもね、これっていうのは国民のため、人民のためとかってことじゃないんですよ。全部国のものってことは、要するに全部
局習近平の一存で動かすってことなんですよ。企業経営者が勝手なことをするんじゃないと、すべて俺が仕切るっていうのが国有化なんですよね。ここのところの認識を間違えると、すべて国有化っていうのは国民全員が平等になって、お金持ちも貧乏人もなくなるんだって勘違いしちゃいますから。そうじゃなくって、官僚とか政治家がですね、すべてを仕切るっていう世の中になるってことなんですよ。私有財産認めないとか、自由な経済活動認めない、計画経済っていうのはですね、それを決める人間が全部仕切るってことなんで、平等な社会どころか圧倒的な不均衡が生じてしまうんですね。政府の側と支配される側っていうふうになっちゃうんですよ。毛沢東はそういう社会を作ろうとしたし、今習近平はですね、その時代に戻ろうとしていると。ということで、習近平はですね、小平路線否定って言っていいんですけれども、その小平の娘を式典に呼んでるってことなんですね。本来だったら自分の路線と違う人間、さらには自分に敵対した人間の家族っていうのはですね、やばいことになってそうに思いますよね。で、実際中国共産党っていうのはですね、この間ご紹介したようにですね、一家皆殺しとかやってたわけなんですよね。ですけれども、必ずしもそうではない。まあこれは私の想像ですけれども、敵対勢力の家族も含めて全て弾圧なんてことやってるとですね、キリがないってことだと思うんですね。なので、共産党内部での処理としてはですね、一番の親分をとっ捕まえたら、あとは放置するっていうやり方もあるんだろうなと思います。まあ、例えば白嫌いはですね、今刑務所に入ってますけども、ここまでやられたら家族ももう逆らわないと、本丸を落とされちゃったと。そのことによってですね、習近平に逆らわないってことになれば、その方が習近平にとっては都合がいいのかもしれない。つまり白嫌いの家族はもう習近平政権に目つけられてるって思ってるわけですから、上げ足取られないように行動すると、なんなら習近平を来賛する側に回るってことはあると思うんですよね。その心理を利用する支配っていうのが共産党の中で行われているのかなっていう感じがします。中国共産党の手口っていうのはですね、このやり方しかないっていうだけじゃなくて、いろんなことやってくるっていうことなんですよ。そこがまた共産党のいやらしいところなんですね。ということなので、我々としてはですね、共産党のいろんな手口を知っておいて、同じような手口をですね、日本で悪用するんじゃないか、そこを警戒するのが大事なことだと思います。ということで、今回の話はここまでです。また次回お会いしましょう。しゃあ。
なっていう印象でした。反応が少し悪くなって、あ、後半になって悪くなってた。でも、あの、言ってる人っちも、すっと。だんだん、あれですか、今も政治系の、政治系とかニュース番組がやってるんですか。今だから、やってるのは、アベマプライム。アベマですね。月曜のアベマの担当ですね。ああ、あとは、多分、菊田さんも、出てもらったり、土曜日の、その、番組ですよね。ああ、それが使う時は、そうです。なんじゃないの。そうじゃ結構真面目系の番組もやられてるよ、ね、よキャンプの番組とかキャンプはやってないですね。あのキャンプは企画の時はやりますけど、ね、はやってないですね。ずっと内村さんは時間になって、あーあ、あかんときなって、いや、お前うまいだろ、これだろう。漫画好きでも知られる麻生財務大臣は、斉藤孝夫さんの漫画「ゴルゴ13」の単行本がギネス世界記録の200巻を超えて、5日に201巻が発売されたことについて記者団に聞かれ、こういうことが出てくるのはいいことだと話しました。麻生大臣の好きを聞いてます。ゴルゴ13について、ゴルゴ13について、ゴルゴ13を社会を学校なんですか。今月の2日です。もう単行本で201巻を刊行されて、これがその関数としても
NHK から聞いた人も今まで一番レベルが高いかなと思って聞いたんだけど、ああそうね、僕はこの漫画を27日の時に見つけて読み始めたんですけど、201号ってなんだけど1号ってないんですよ。斉藤さんは1号っていうのが出てくる、2号3号につながるつもりがなかったもんだから、最初出たやつはね数字はついてねえんだ。2号から見てみたんだね、あの基礎的学問として。それだけ本人で斉藤孝夫さんがそう言ってたんで、だから201号って誠におめでたい話なんだろうけど、僕は1990年にベルリンの壁が崩壊して冷戦が終わった時に、あ、これゴルゴ13って本もなくなるなと、ネタがなくなるからと思ったら、それからずっと今日までずっとかれこれ30年まで続いてんだけど、大したもんですな。ちゃんと企業スパイに変わってみたり、いろんなものにどんどんちゃんと内容を書いてきて、あれだけのインターナショナルな小説っていうのを日本で読んだことがないから、そういった意味ではそうね、あれより時代をちゃんと先取りして、今クリプトアセットの話をしてるけど、クリプトアセットの話なんかも取り入れるほど情報を提供してくれる人が多いんだろうね。斉藤さんも去年もまだ元気そうだったし、そういった意味ではこういった漫画で国際的なもの、あとは紛争なら八田さんか、あれが最近の漫画の中じゃインターナショナルな漫画って言えると思うけれども、そういうものを含めてなんとなく日本の場合は小説やら何よりはコミックの方がインターナショナルであるというのは、ゴルゴ13に関して、まあ紛争なら八田さんまでも含めて両方ともそういった小説はあんま知らないんで、あのこういったのが出てくるってよいことなんじゃないですかね、と思いますけどね。200日間か、ほう、おとといの東京都議選でコロナ対策を重点政策に掲げ当選した木下富美子議員、選挙期間中に無免許運転で交通事故を起こしていたことを受け、所属する都民ファーストの会から除名処分を下されました。この問題について地元の有権者からは厳しい声が聞かれました。木下富美子議員は事故現場から車で15分ほどのこちらに選挙事務所を開いていました。現在ではポスターもなく静かになっています。選挙期間中に無免許運転をして事故を起こしていた木下富美子議員、 FNN の取材に勘違いして乗ってしまったと釈明。しかし地元選挙区の有権者は厳しい目を向けていました。免許停止期間というのは忘れますかね、普通生命が危ぶまれるとか免許更新がなってなかったとかいうのはちょっと言い訳には聞こえたかなっていう。
都民ファーストの会が下した除名処分についてはどう受け止めているのでしょうか。議員ファーストみたいな感じになっちゃうので、まあ当然かなと、まあ、ご自分から、まあ、辞められるのがいいかなとは思います。反省されているのはしっかり反省されて、まあ、ご自身が議員としてマッチしたお仕事をされればいいんじゃないかなと思います。もし木下議員が3ヶ月以内に都議を辞職した場合は、次点だった自民党候補が繰り上げ当選することになります。除名の決定を受け無所属で活動することになる木下議員、処分についてのコメントは発表していません。続けるのかな。2階の2階建ての間取りを紹介していきます。間取りの特徴は南の庭に面して明るく配置されたリビングとダイニング、そしてキッチン、背面収納も広くて間取り収納があるというところになります。また今回はリビング階段についてお話ししていきたいと思います。実際リビング階段とはというところについてお話します。今回の敷地は北道路と西道路2面の角度になります。ですが南のそうですね、南の南西の方にカーボートを取り付けたというところで、そこからも出るようになっています。そして南に庭を取っていくと、このとこのリビングダイニングキッチンのところ南に庭をつけて明るいところにリビングダイニングを作ってなるとこういう形になります。でカーボートから行きやすい位置で南玄関としてあったら南玄関にするとこの位置になってきます。そうすると水回りはこの西側の方になります。でその時に、ね、旅行で今回は2階段という話だったんですね。で、玄関ポーチ入っていって浴室で一つを洗濯室、そして、まあ、寒い時期だったので隣の給湯器があるんですね。でトイレトイレはこの奥にすると縦長にして食堂に行くんだけど、道路が本部に近すぎるとちょっと嫌だなと思ってお願いしました。LDK が16畳、これも16畳に伝えてしてですね、これを対面式にしたり、対面式を施して監督になっていく。で、リビング階段も1階になって、で6畳の部屋が3部屋しいって言ってたので、この部屋はどれを小さく使ってもらっても、1つを主催にしてもらってもいいと思います。実際は3人家族ですので、この部屋の主催になるという感じで、2階にも取れます。各
することもできたんです。で、2階から降りてきて、玄関に出て、これすぐ、外に行くことができたんです。家から帰ってきて、ただいまって言って、そのまま上に上がることができたんです。使いやすいですね。でも、あえてまずリビング階段をするのかっていうのは、このリビング階段の、醍醐味というか、目的になるんです。わざわざ1階に降りて、で、ここにお母さんがいます。例えばここにお父さんがいます。ここに兄弟がいます。ただいま、帰ってきて、最近どうなのと。宿題やったのか、宿題あったとか、どうだったのとか、ちょっとね、プレッシャーかけて、プレッシャーかけるようになるんで、ああ、なんか、どうだったあれ、昔、頑張ってるみたいな。とかね、やらないと。今度、どうですか一回こう、どうっていうふうになるっていうのは、この、煩わしさが、右腕で書いてるのを、やりたいことだったんですね。だから、右階段は、使い勝手の悪い、こう、回りかけてるだけでも、しかも、生活もね、この、帰ってきた人にとっては、まあ、なんか、分かる。みたいな人だったら、もう、上に上がってからって。いいことないんだけども、唯一いいっていうのは分かるのは、このレーションが、何らかの形で取れるっていうのが、この時間から。で、今、この、ちょっと中に入れてもらうと、もう、大体の失敗するけど、なんで、朝、ちょっと一回まで絡んでくるっていうのは、問題の感じだったら、もともとだったら、全然暖かいですよ。暖かいですよ。という話と、ちょっと寒いなと。人間大人気っていうのは、すごくする人、経験あったりして、階段問題で見てくると、お金をつけていることで朝、ちょっと暖房するので、ちょっと冷めていたりとか、そういう意見もある。このプランだったら、たぶんね、もう、すぐだったら、ほんと、ダメ線があるときは、そんなに、ちょっとね、来た目が、どんぐらい寒くなるかとか、こういう点の問題ないんじゃないかと思うけど、この辺は自分の判断だったよ。暖気が上に上がるし、帰ってきた人が上がりづらくなるけど、それでも、自分帰りはなくなっていうのは、まだまだこれ通して、家族と会話するっていうのが、大丈夫なんです。こちらリビングのインテリアですが、リビングとダイニングの明るい場所になって日が上がるというふうになってますね。こうやって、光が入っていく。このキッチン、このリビングの位置とか、階段の位置、ダイニング、こう一体お互い回ってくる、かけて上がっていくっていうことが想像つきますよね。間取りで、この立体に入ってきて、どういうふうに家族が生活していくのか。想像ができるそのままに行ってみましょうと。でも、でこく帰ってきた。キッチンと帰ってきた。リビングを見て、帰ってきた。っていうのは、会話があるっていうのは、分かりますよね。これがね、間取り。なんですね。間取り、そこで、将来、立ってなくても、ちょうどですけど、本当は立体にします。2階ですね。今回は暖かいのを使って、黄色とかね、明るい色、まあ、ちょっともしかしたら北の屋さんもしかして、黄色の色にした感じで、この場所になってます。これ、からし色になってます。少し黄色のルビーとか、鮮やかな色じゃなくて、少し渋くした色、そういうとこがあるようになってきます。どこちらは暖かい、暖かいで黄色からさらにオレンジ色をしたものとかオレンジ色の差し色を使っていたのでこういう感じで暖かい雰囲気があったと思います。木材にしてもらったけど木材じゃなくて木材のものを使うというオレンジ近いですね。木材に近い暖かいです。来たんですね。いいね。で、そこはね、リビングに映ってますけど、こちらもね、若干くすんだ色を使ってますね。だいぶ、だいぶ、印象違います。窓にちゃんは色々こんな感じで、特にね、ワンポイント差し入れを切り入れて
丸さがコミュニケーションを作っていくのかというお話をしていきました。で、まとめについてね、これすごいよ、限界だねとか、そういう質問があったら、ぜひコメントいただければ、こうやって動画にしてお話ししていきたいと思いますので、今回ね、参考になった、動画参考になったという方は、ぜひグッドボタンの方、よろしくお願いします。マドリチャンネルです。今回マドリ実況していきます。これ、長方形の20坪マイル2K のマイル 2K ですね。この平屋の住宅長方形ですね。これと正方形、前日と前々日に動画にしてたんですけども、非常に好評で、また見たいですかって見たいですという感じだったんで、実はこの敷地これですね、20坪じゃなくて25坪ぐらいの平屋、小さい間取りを作っていけば家族も住めるっていう感じなので、家族住めるような間取りを作っていきます。間取り作るのはね、呼吸と一緒なんで、間取りチャンネル、これ52畳っていうと25坪ですね。25坪って小さい家ですから、小さい家で、部屋を作っていくという感じのことをやっていきます。まあ玄関取って、玄関作って、で南に部屋とリビングを作って、で、あと個室ですね。個室、まあ、和室が欲しいって言いますかね。和室、洋室でもね、行けるんだけど、で、お風呂と洗面室。トイレと作って、で、クローゼットね、クローゼットにして、ホール、玄関ホール作って、まあ、なかなかね、これ、喋りながらね、やっていくのは、押し入れか、押し入れとクローゼット、押し入れ作って、クローゼットを作っていきます。これでね、角が進みますよね。夫婦の寝室を和室にしてもいいし、全部洋室にします。なんかこんな感じでやっていけば落ち着けてね。これでやって、最近ね、洗面と脱衣分けたいっていう要望があるんだよね。メガネが曇るとか、あと、他の人が入ってると、自分が入る、一人暮らしだったら関係ないけど、使えません、洗面使えませんみたいなのが多いんですよ。これで、25坪とね、25坪ぴったりになってきます。25と25。まあ、これがね、23平米。これで25坪。前の前回で5坪を増やしただけで家族向けになっていたんですね。これ2つ目で83は
が必要なのさ。このプランが、まあ、こうなってくるとどうなるか。あのさ、59平米で出すってことキッチンを見た時に、考えてもきつい。考えてもきつい。お母さんたち、やっぱ6畳ずつぐらいは最低です。こういうプランつけると、救急だぜ。ありえんの59平米で。うち63平米だったからね。それはね、もう。これでいいと思うんだよ、ね、この横通るのに合ってる人がいるんですよね。まあマンションとかね、東にまだあるのもいいと思うんだけどね、この部屋は。と、私は思うんだけど、海外のパターンっていうか、家族のパターンにはないんですよ。20坪のプランっていうのは、こう、ベッドルームはこの西側にこっちに行ってましたね。このパターン、このパターンもできるんですよ。このパターンは、まあ、こいつファミリークローゼット化しちゃって、あのソフトでバチバチやりたいの、まあ通路になっちゃってね。これがまあオープンでいいよ。LDK も違うね。こういう感じにしていけば、あのウォーキングクローゼット両方から使うっていうのして、このパターンもありですよね。これでこうすると何が起きるかっていうと。ここにキッチンを置いたときにこうホールが入ってきて、そんなにねこのキッチンの横からみたいないし、背面の収納も広くなるんだね。このパターンで仕上げていくかということで、今回はねこの和室をさらに洋室にして、さっき他のパターン見せたので、これでこのお引き取りしていって、ホールマイディに使える部屋にしていきながらっていうパターンにして、これでプランまとめてみたいと思います。これね、洗面とランドリー脱衣分けましたけど、あとね、トイレ1箇所っていうのもコメントでね、結構もうちょっと使いにくいんだけどみたいなのが多いんだね。でもまあ今回しょうがないから、小さなね、3部作なんだけど、これで窓つけて、うん、大きく南はやっぱ吐き出すのかな、この部屋も吐き出しましたね。さっきのね東に部屋がある、あの魅力的だったね。これ既製品で2m20cm、 2m の高さでもないんだよ。あんまりでかいの作るとさ、何が起こるかっていうと、明るくなるんだけど、カーテンが高くなるんで、あの既製品のね窓のいいところっていうのは、カーテンもまあ夢のない話するけどさ、カーテンも既製品でいけるんですよ。まあ何でもかんでも企画品がいいって、企画品はね安いけどね。製品工場で考えたら同じものを作るのが一番安いけど、オーダーっていうのが魅力的だよね。廊下が極力少ないから、部屋が広い、広いとか、このうちの一つのメインベッドルームにする、こうだね。1回目が真っ黒したからさ、2回目が溜まったり洋風にしたんで、ちょっとワンモダン、もう切り詰まりしてね。あ、そうだ、ロフト付けるのを忘れた。ロフトの階段プランを戻ってやるんですけど、このロフトをね大きくするためにこれこういうのにしておきますね。切り詰まの方、あの寄せ目より切り詰まの方が広いロフトを作れそうな感じだからね。やっちゃいけないレベルの階段なんだけど、ロフトの階段だからこうすればいいかな、ちょっとだけ動くしてみるかな。これでもな、ここで完結したいな。ジェイシーみたいにこういうドアつけてみるか。あーこれがちょっと問題だ、スイッチとかつけにくい。で立体化してみるとどうなるかっていうか、あれ、ああ、ここにロ
平凡な感じになった。多分。これね、ここに、ロフト作ったせいで、本当にロフトいらないからね。うん、こう、おかしく、おかしく。前の方が良かった。うん。俺の方が、家がついてよかった。微妙なもんだね。これでいいじゃん。うん、まあ北側とか西側はもう平凡だけど、南側もじゃあ道路側がねしっかりこう様になってるから、道路が様になってるいいんじゃない。内観だね、内観見ていこうか。あと同じボリュームでもう一つ東に部屋を持っていたパターンがあります。こちらは6畳と、こちら 5.2 畳の部屋を東に持っていって、あと西側に様子6畳、こちらがメインベッドルームになりますね。玄関ホール入って2つ子供部屋になる部屋があって、 LDK が南側18畳、そして西側に様子6畳でオープンクローゼットが4畳。この LDK のところに洗面、広めですね、洗面があって、トイレ、あとランドリーと脱衣と洗面は別になってますね。でトイレが、あと浴室が1つのタイプ。このウォークインクローゼットから2階の小屋らしいのに上がって17畳とおります。でリビングの上が吹き抜けというか勾配天井になると。でボリュームは一緒ですね、使い方としては並列みたいなとっていう感じの便利になります。外観の方は窓がつきましたので、東の方窓付きの外観があって、あと部屋が均等にあるので少し左右、均等な感じになってきます。南側はまあ一緒な感じですね。こんな感じで薄緑みたいな。微妙だね、やっぱり。もちろんこういう、モスグリーンみたいなさ。モス。モスモス。最後の高森じゃないんだから、モスモスになってる。モスグリーンでモスって。この部屋何でしょうか、何色にしようかな。壊すじゃん。この間水色系、ここにね、エロス撮ったけど、ピンクやってるか。うわぁ、なんか、やめようか。オレンジ系にしようか。あ、まだいい。赤になってくるね。いやーこれはきついな、やばいこれ。あーこれ目がチカチカする。このぐらいにしてっか、加入してっか。これもまだきついよね。ピンク系難しいな。いやーちょっと音が、オレンジ系、ああオレンジじゃないね、これ黄色系、何色かな。このこういうの最近使ってるよね、長いテレビの私見ると、こういう系もいいか。茶色ばっかりってそれ同じは硬いもんな。ああ落ち着くね。年金の部屋がこういう、あーもう実際みたいなしない800万切ってる敷地、700円だったかな、750万、まあ、800万としますよ。800万の敷地でね、1250万、これ積も50万とするかな、15積もで1250万切ったらもう土地入れて2050万か、ね、10万でちょっと無理だと思うけどね。70、1750か。シンプルサーブゲリが面白みは出る。やっぱ庭があるから広く見えるんだよ。うん、
偉そうに建前あるけど、邪魔っぽい。いいか、照明降ってくれるか、これか。ってことで、きれいな小さい窓に参考になって、小さくないよ。もうまたやってほしいと。正方形の道を結ぶのが行きたいなとかね。今回東道路なんでね、もういろんな道路、方向、南とか北とか行ってみたいなって人いましたら、グッドボタンでね、応援していただければ。なるほど、みんな、要望してるなっていうのが分かるんです。で、どんどんやっていきたいと思いますので、グッドボタンでね、こう、リクエスト、よろしくお願いします。正方形編をやっていきます。前回長方形をやっていたんですけども、それを同じ敷地の正方形にしたものになります。前回と大きく違う点というのは、同じ東道路の敷地、同じ敷地なんですけれども正方形にしたということですね。それとあと北斗市の小屋らしいものがこのリビングから上がっているっていうのが違っているところです。前回はこの書斎に当たる部屋から上に上がったんですけれども、今回は書斎も少し広めに広さを大きくしています。早速窓を見てみましょう。敷地の方は前回同様 15.5m×14.5m の間口の東道になります。前回は長方形に作って南側に庭にしていって、まあ、この辺に道路側ですね、道路側に駐車場だったんですけど、今回は、この正方形にしたことで玄関付近に2台並列で止めれるようになってます。場合によっては、ね、この辺に一人住まいの商店なんでね、その車はたくさんあったりってところで、友人が来る想定で2台にしています。あと南はね、しっかり広い庭にしてあります。玄関ホール入るとドマッシュの20、あとトイレ、ランドリースペースの30、ここが部屋越しのスペースになります。あと浴室、 LDK が16畳でキッチン、海面収納も広くてパントリー収納も大きくなっています。リビングから階段を登って小屋ら収納に洋室6畳、あと洋室 4.5 畳があって、これが書斎の想定ですね。ただこれ、夫婦別で住むとかね、これ一人暮らしの想定だけど、二人で住むってなった場合も、こちらにベッドを置いたり、場合によってはね、3人住むっていうのも考えられると思います。ただまあ、ドマ収納とかね、こういうクローゼット、パントリーあるけど、二人三人ってなってくると荷物も増えるんで、このロフトのところを大きく取っていくとかしながらね、これは屋根の中央部分の高いところを使ってロフトにしてあります。4畳ぐらいですね。南の方、庭に対して、テラスがついていて、この辺に干してもいいんですけどね、これは花粉とかね、嫌う人もいるから部屋で干すというふうにしてあります。これは土間収納を広くしてこうトイレこちらに持っていくとかね、してもそれは構わないと。あとは、そうですね、他のプランとしては、こういう形も考えられます。こちら、先ほどと何が違うかというと、部屋を5畳5畳に均等にしたということと、土間収納を北側にして、ランドリーを広げしたんですね。これを、この辺を明るい部屋にして、この辺を、乾燥機につけるけど、この辺にこう、窓の場合によってはもう一つ、プラスするとかして、明るく、乾燥できる気がすると。で、トイレの方は、ホールから入っていくと。いいプランも考えられますってことですね。キッチンはこれで面白いのから通り抜けることもできるし、まあ、階段はどっかに、こっちの部屋でもこれにつけて、この上をロフト収納とかという感じになっています。今回、リビングダイニングキッチンのダイニング部分のこの上ですね、上の方に、この辺りのロフトが来ます。で、リビングから階段に登っていく感じ。で、このリビングの上はロフトに使わないので、こうやって天井高くすることができます。で、こちらの方、寝室の方は南の庭にこう面して明るくなっていますね。
ビングと違って天井フラットになってますけども、この窓があることによって非常にこう広く開放的に見えるんですね。明るい部屋になってます。もう一つの部屋、書斎の方ですね。書斎に使う部屋、天井フラットになってます。こちらの方も、まあ、上に部屋はないから屋根で、ね、天井高くできるんだけど、まあ、そこまでする必要ないか、漏れる部屋とかっていうところです。来ると洗面だと広くなってますね。なんて言ってもこのどの収納も、ね、広くて使いやすいですよ、ね。LDK も1人で暮らすのに十分な広さだと思いますけど、内線20坪に、ね、この20坪という大きさで、土地がね、これ前回も言ったけども800万下ってるところだから、例えばですよ、その50万でできたら20坪だから1800万ですよね。受け抜きで土地を含めて坪60万とすると1700万です。坪70万とか1400万ですよね。で、総再生1400プラス800とか、だから相対でかなりね、でも手を取る。車の台とか設定して、高級車にはちょっと高いとは、マンションより安いですね。地方で庭も多分大きくて楽しそうです。前回はね、和風のちょっと古っぽい外観でしたけど、今回はね、洋風の、ね、変わらないの外観にしてみました。外壁レンガですね、あれがちょうどいいと思います。今の時代ね、これあれですよ、江戸末期とかだったら乱幕外国かぶりだとかって、もう捕まるとこですよね、こんなやつさ。何言ってるんだって感じですよ。あれですよ、この大河ドラマの影響できちゃう。幕末だったらやばいですよね。今はないかと自由にスタイル、どんなスタイルなんですか。南にやっぱり大きい窓つけて、なんかちっちゃすぎないのかな、明るそうですよ、ね、最近ちっちゃいんだよね、大きいからこれ、うん、そう、明るく下側とかドッグランにもできるし、ほぼこうバーベキューできる、テラスでとかね、南にしか大きいのとか、土地が広いよね、楽しい、土地が広い、小さいわけでね、小さいから仕上げの密度も上げられるし、コストもかけられるね。広いし、ワンちゃんですし。小さいとコスト少しこう材料上がってもそんなに高くはないって言いました。今回ね、前回のあの長方形の窓にと長方形の窓にセットで見てもらうといいと思うんですけど、20坪の東ドアの窓にやっていきました。これね、たまたまあのこの土地になってもらって2回もあったんで、またね、この20坪とか、ね、15坪とか30坪とかね、平屋需要多い小さめの平屋をお届け、窓でお届けしたいと思います。また見たいなと、小さい平屋見たいなっていう方はグッドボタンで応援よろしくお願いします。正方形と長方形、先方が入った画像ね、説明欄も入ってます。今回説明欄に、ね、教室のところはそれ使って平屋なんて贅沢極まりない、家にならないやろ縦に伸ばす方向だから、違います、都心用の間取りもあるんじゃない。うちは一世帯平屋だからね。こんにちは、まこちゃんです。今回は36坪 5LDK の家事室の間取りを紹介していきます。間取り特徴はキッチンの横に家事室がある。エプランになっていて
注文もあります。また各場所に注文も要所要所があって、2階に1階の時は2階に4部屋と部屋数が多いっていうのも特徴ですね。寺の方は36坪で北道路になってきます。南にも道路があるんですが、南の方は、建築基準法上の道路じゃないということで北玄関になるという指定の、というふうに用語で書いてあります。そしてこの敷地の東側は後でもう1軒の小さな家を建てる、美術物をちょっと建てるということなので開けてあります。で、できるだけ小さくということだったんですけれども、で、30坪から35坪なんですが、36坪になっています。原因としては1階に部屋がある、この6畳ですね、これと、2階に4部屋あるというのが原因になります。ですので、この5部屋のボリュームだとこのボリュームになる、あと1階のこの18畳のリビングですね、これも原因の一つになっています。これ、幅を縮めようとするとこれを17畳とかにして、ここですね、を縮めていく方法があります。ですので、できるだけ広く、18畳のリビングでできるだけ広くってした時点で、全体の、大きさというのは横に入らないとなってきます。まあ、ここですね、この部屋、家族の構成からするとこの部屋が何の部屋っていうような感じしますよね。で、駐車場が1台、実際これね、ワンボックスになってきます。で、通路があって玄関ポーチに行って、玄関入ってシューズボックスがあって、そしてトイレがあって手洗い、手もすぐ洗います。で、この辺が書斎になるんでしょうね、箇所的に寝室になるかっていうところですね。で、難度はこれ階段下に利用しながら難度認証と階段下認証と、これで4畳で、で、脱水洗面脱衣が収納付きで、ここに収納があって、3畳のスペースと浴室の2畳。で、LDK が18畳の指定だったので、18畳、対面式キッチンで、南側の明るいところに、リビングダイナーを向けて、ロックシールで、コロナのようにします。キッチンは、ファントリー収納、活室があって、リビングのリビング収納付きで、ところで、ここに収納する。この1階の大きなボリューム、これとこの洋室6畳、ロナンド、カジ室、この辺がやっぱり、この辺のセットですね、になってきますね。で、階段登っていくと、2階に、6畳の洋室、4.5 畳の部屋、あと5畳、これが子供部屋想定の部屋になってきますね。それから、形としては、ね、この部屋と、この1階のこの部屋を兼用してもらった方が、ボリュームとしては大きさを抑えたいというわけで、通常の要望をこの33のクラスのお家より1部屋多いですよね。要望は、この壁数で2部屋多い印象が受けますね。だから要望を変えないと収まらない、小さくならない、こういうふうに理解してもらえるわけです。リーダーのキッチンの方はこちらの上に庭が2個見えてきます。ベランダとかないと、つまぐましくなっちゃう。ちょっと庭が見えてきました。明るいけど、広く行かないから、目隠しが見えてきたらね、来たらですね、ダイニングの部分がとても庭が見えてきます。明るく見えてリビングダイニングキッチン、縦長のベンチですね、左に窓を取ってっていうのを明るいんですね。これはダイニングのここからとリビングのところに光が入ってきてます。明るいで外からの視線も目隠しで隠すというようなプランになってきますね。外観の方、東の方、この辺、見えないところだから大きく窓を取って、で、
この南の方で、まあ、人の住まいとかあったかかったね、これまで平和で絵隠しして、この中は大きく光を通す。ここなんですけど、こういう山戸って、まあ、普通にあるんですね。確かに、ね、視線感じるけど、というのはね、カーテン対応、よく視線がどの方向って言うんだけど、基本はね、カーテン対応。そうあとこういう、肩ガラスって言って、外から見えない、もう曇りガラスにするとかですね。あと、シート貼るとかですね。これも基本はね、カーテン対応になりますよ。だから、窓小さくする必要もね、細くするとかいろいろ書いてあったんだけど、基本、明るくカーテンで対応っていう、これも北側は細くしたけど、こういうことをするよりは、本当はね、カーテンの方がいいと思いますよ。北はね、そんなに、光は、まあ、期待してないので、風通しの意味で、こういうね、スリットっていうのもあるけど、基本、こういう大きくしてカーテンっていう方が快適だと思いますよ。光はお好みで絞れますからね、ロールスクリーンでも、ウッドブラインドでも、どんなものでもですね、カーテンでも、光調整できます。視線も調整できますし。っていうところですね。本当だから、この幅を縮めようとすると、リビングが17畳にするとか、根本的に落ち着くようだけど、ボリュームね、あんまりね、オーバーすることってないんですよ。マジでチャンネルで言うんですよ。これがね、このプラン、珍しくオーバーしたんで、何かで、どっかで、要望のね、私はね、南東と1階のボリュームだと思うんですね。1階の部屋が、なんかね、くどいけどね、なんか、どういうことか、めったにオーバーしないけど、オーバーしてみるっていうことです。これね、各社、メーカー、なかなか苦労する。そうですね、この上限の日差しもつけて、ね、日差しも遮っていきます。公園はね、室の公園になっています。で、今回の間に参考になりましたという人がいましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。で、この間取りチャンネルの説明のところにリンクが貼ってあるプランニングサービスね、これも無料のプランニングサービスになってるんですけど、有料版まあ、5日間でスピードを持って届ける、でみんなに公開しないっていうのがあるんですね。そちら結構人気で、まあ、横割り簡単に言うとね、USJ とかのとか、ディズニーとかのファストパスです。なんで、みんな結構ね、10日間とか14日間とか、今ね、大体10件ぐらい待ってられてるんで、そこに横割りしてくるっていうサービスなんです。で、今週、例えば土曜日まで住む間取りが欲しいと。で、なかなかいいから出てこないから、打ち合わせまでにこっちから、こういうのでやりたいなって言って、出したいなっていう方がね、こう困って、なんかプラン見たいっていうことで。で、出すと、まあ、こういうのもあって、参考になってよかったですって、好評なんだね。で、今年から動画もね、非公開で、限定公開、YouTube もね、限定公開っていうのがある。一般に公開してない動画をその人のために送るっていうのもやってるんですね。で、その有料版の方、もう結構なね、リピート率もあって、要は人に見られない自分のアドバイスっていうのは、まあ、専属で、コンサルタントじゃないけど、こういうふうに書いた方がいいよとかっていうのをやってるから、それも公開なんですね。で、ファンの人は、そういうのを何とかしたいっていう人、まあ、困ってる人いたら、有料も結構ね、みんな使ってるんで、知らない人も多分いると思うんで、この無料版ばっかりでね、無料版で待つっていう方法もある。2週間以上かかっちゃってるけど、同じ、まあ、クオリティまで近いから、有料版の方がね、より突っ込んだ話もできてるし、なんか、言いにくい話もできてるから。そっちを利用してみてもいいと思います。
北道路になっていて北側に駐車場4台、実際は自分のところに2台と来客用が2台という感じですね。そしてこの中庭があるプランになっています。玄関ホール入っていくと広いトマシューのシューズクロックがあって、このホールが広いというのが特徴的ですね。ピアノを打つところ、この辺あの足合いというんですかね、お友達呼んだりとかできるというスペースになります。でピアノ室から中庭が見えるというふうになっていて、書斎の方が6畳です。書斎に行くと。入り口付近、このピアノ室とこのホールを独立させながら、洗面器トイレを使っていただくと、来客に使えるというふうになっています。また、このリビングダイニングキッチンの方は、リビングにお客さんを招いて、でここでワイワイと食事ができるとか、料理が楽しめるということもできるし、まあ、立った当初は、まあ、この人は結婚前なので、一人で使うんですね、この家。で、まあ、将来の旦那さんと子供ができた時に2階を使っていくっていう感じになります。ここは、なので一人で食事するっていう感じになります。で、2階の方、当初ね、ここのベッドルーム広いですけど、一人で使って、将来的にこの2つ、洋室を使っていくと。もう、これ、しばらくゲストルームみたいな感じで使う感じですね。このランドリースペース、と浴室3畳のスペースがあって、浴室は照明にしてあります。2階に洗面のスペースがあって、これは寝室の近くにトイレとランドリーをつける、というふうにしているので、この配置にしてますけれども、まあ、これ予防で、まあ、予防というか、機能的に言うとこういう感じなんですね。でこの部屋はゲストルームとしてしか使わないから、あまりいい環境じゃない部屋になってるんですね。で、このランドリースペースとクローゼットを共有しているという状態になります。で、これですけど、まあ、ベッドルームの近くにトイレがあるほうがいいという人と、これ、鬼門に入っていらないかという、昨日、前回の、仮想の話ですね。っていう、いろんな意見が出てくるんですよ。で、この寝室に近い場合はこのプランで行きましょうという感じですね。で、仮想を気にする場合がこちらです。こちらは鬼門の方、トイレを外して、この方、規制の方に水回りを配置したプランですね。こちらは、まあ、寝室からこの水回りが遠くなってますから、まあ、家の中だから知れてるっていうのは知れる。それが嫌いな人もいるので、嫌いな人はさっきのプランというふうになります。それがベッドルームがまとまってます。まあ、ベッドルームはね、半月でいるような気がするけど、っていう感じです。インテリアの方は今、現在これ一人暮らしで、後々、結婚して、まあ、子供はちょっと入れてわかりますけれども、家族が増えていく可能性があるというところで、当初はこうやって、一人でね、料理作るのか、まして、ここで食べるとか、お手軽に食べるという形にしていきます。やはり生活の中心は、このピアノ室にいる
結構練習する時間が非常に長い。やっぱりピアニストとかそういうのが嫌いだし、ですからここで、まあ、何か基準でここから配信する場合もあったり、動画とかね、でここで、まあ、今ね、こういう緊急事態のところがあるから、でここで練習したり、そうやって、まあ、コンサートできないときは配信したりとか、でお客さんも混ぜて行くんだったら、このホールが重要になってくるんですよ。だから広めにしてあるんですね。テーブルを見るぐらい、感じして。だからリビングとか、本当は寝室もそんなに今重要じゃないというか、寝る、そんなに重要ではないんですね。ただこれ、まあ、例えば、友達の、ね、音楽関係の人が来たりしたら止めなきゃいけないからゲストルームっていう感じでしょうね。これは、まあ、あの、何ていうんですかね、自分のレッスンにずっと、ね、体を動かすというか、あの楽譜と向き合うとか、そういう時間を一緒されて使うとかですね、このリビングでその譜面と向き合うっていう時間を使うんですね。これこんな感じで、だから2階にちょっとね、寝室にもインテリア作り込んですけど、この辺はね、打ち合わせして行ってもらうといいと思います。中庭、やっぱここのね、中庭に対して、こうやって、ピアノ室が開いていくと。で外からはね、見えないっていう。この辺はやっぱり、ポイントになってきます。こちら要望で箱型のコンクリート自販機の外観にしています。このコンクリート自販機で中庭があるって、まあね、あんまり外から無機質という、まあ、シンプルな形にしたいっていうのが希望です。まあ多分ね、物干しとかも、まあ、そんなね、干してるとかっていう次元がないので、クリーンで出すか、あるいは乾燥機っていう感じだと。だから、まあ、これ、ベランダまであまり多分いらないんですよね、きっと。布団干しぐらいするからね。まあ、それも乾燥機でしょうね。こういう感じで。一見、こういうの、不愛想に外観していってます。今回は67席 5LDK のピアノ室の間取りを紹介してきました。まあ、このね、音楽関係の人、たまにね、こういう。もっと大きめの依頼がありましたけど、そういう方もあります。今回参考になったという方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。ループさせていきましょう。Thank you.
ちはまたりチャンネルです。今回は33坪 4LDK の部屋干しのできるフリースペースのある間取りを紹介していきます。間取りの方は1階のリビングのところに小上がりの畳スペースがあって、玄関に広いシューズクロック、そしてこの階段の下を利用してキッチンの横にパントリー収納もあります。2階の方に3部屋ありますけれども、こちらの方、廊下からバルコニーの上に出ることができます。そしてこの廊下の一角が広くなっていることで部屋干しのスペースにすることができます。敷地の方は西道路になっていて、西側の方に南ですね、南の方に並列で駐車できるようにしています。南の方に庭を取ることができています。そして16畳のリビングダイニングのスペースから広いところですね、庭が見えるような形になります。玄関ホール入っていくと 2.4 畳の広いシューズクロックがあって、ベビーカーとかいろんなものが入るようになります。玄関入ってすぐに広めのカウンターの洗面台を置くことができます。そしてその奥にすぐトイレがあって、トイレ出てすぐ洗面台を使うことができます。また脱衣と洗面は分かれているので、家族が、バスルームを利用している時でも洗面台を使うことが、他の人が使うことができます。リビングは16畳で、和室と含めていくと19畳になってきます。畳コーナー的な和室で小上がり、少し、段差があって上がっているような形になります。キッチンからもこのギリギリ和室のところも見えるような形になります。キッチンの横にはパントリー収納もあって、さらに背面の収納も広くなっています。まあ、場合によってはこのパントリーからこうドアをつけて脱衣室に通り抜けられるようにしてもいいと思います。まあ、例えばこんな感じですね。2階の方は、玄関ホールから直接上がれるようにというのと、階段を降りて洗面と脱衣に行きやすいようになっています。ですので物干しに行くのに階段を上がってすぐこのフリースペースに干すか、ここを他の部屋を通らずにバルコニーに出る、で外に干す、屋根付きのバルコニーではすぐに干すことができます。子供部屋の設定の洋室の方は、2部屋あって、道路側にとあと南側に面しているので光もふんだんに入っていきます。そして寝室の方は8畳で、ウォークインクローゼットが 4.5 畳、そしてこのウォークインクローゼットはファミリークローゼットとして、廊下からも出入りできるので、これを家族で使うということができるぐらいの広い衣装部屋として 4.5 畳のスペースを確保してあります。まあ、兼用ですね、寝室のクローゼットとファミリークローゼットは兼用している形になってきます。2階の方にも手洗い付きのトイレがあります。リビングダイニングキッチンはこの少し段差がある小上がりの畳コーナーがあることで広く感じられるようなスペースになっています。まあ、この辺は同じ色合いにしてもらってもいいですけど、これがあることでキッチンからのこの奥行きもですね、感じられると思うんですよね。この畳コーナーがあることで広さが確保できています。リビングからリビングを見るときもだいぶこれが効いてくる感じになります。まあ、この辺ね、本物の畳じゃなくてビニール使うとかしてもいいと思います。あと畳コーナー的だけど、この畳の材料にはこだわらずに、アジア風とかで、ね、これが収納あるので耐久性のいいものにしておくと、ここにテーブルとかね、椅子とかも置けるし、あの書斎コーナーとして使うこともできます。で、広いシューズクロックがあって、で2階ですね、やっぱり2階のこのフリースペースのここをフローリングにしちゃったけど、別にビニールでこれ、ここですね、ここを部屋干しのスペースができるぐらいの広い空間があります。バルコニーにすぐ出れるようになってます。そして外観ですね、屋根付きのルーフテラスにしてるので、ここが先ほどの部屋干しのスペースと連動して明るくて、でそしてこのフリースペースからすぐ出て、この辺も物干しができるという形になってきます。家事動線的には1階の洗濯スペースから階段を乗ってすぐこっちに出
出てこれるような、そういった家事動線にも配慮したものになっています。そして、ここですね。道路側はこの西側になってきます。西側からあって、で南に開けて光が入りまして、まあ、こんな、帰ってくるとこんな感じに見えて、ここに塀がね、柵が、実際はここに柵があったり、ゲートがあったり、駐車場のゲートしたりするのかもしれませんが、ね、ちょっと周りの環境、微妙な感じだったんで、そんなにね、物騒じゃない感じもあったんで、ちょっと臨機応変、塀についてはデザインして、外構デザインしていただきたいと思います。北側の方は、まあ、風向きとかですね、そのぐらいですね。東側は、まあ、臨地になってるんで、こちらも風向きで安定、まあ、収納とかに。トイレとかお風呂とか、メインはやっぱり南側から光を入れて、見上げ付きのテラスに変わるっていうのが特徴ですね。今回の間取りが参考になったという方は、グッドボタンの方よろしくお願いします。ルームツアーの方していきます。こちら今回はですね、家に帰ってきてすぐ手を洗えるっていう、まあ、緊急事態後の鉄板のプランニングになってるんですけども、で、これね、広いシューズクロックとか、パントリー収納もしっかり取れてるので、そういった、こまめなところですね、便利な機能はしっかり取れてるっていう、まあ、地味めだけども、これ使いやすいプランだと思うんですよね。キッチン、背面の収納も広くて、横にもパントリー。階段下とはかなり広く取れてますから、LDK は16畳と狭いんだけど、畳コーナーに入れていくと、実際は19畳あるから、まあ、十分広く感じると思います。でこの小上がりにしたけども、小上がりにせずに、そういうさっきビニールみたいな仕様にする。ビニールって言っても、なんだろう、大規模のショッピングモールとかの床に使っているような材料を使えばですね、いろんな材料があるので、こういう畳とかでもいいですけど、畳もね、すごい耐久性のやつがあるので、それ使ってもらえば、いろんな書斎とかにも変えていけると思います。今、洗面脱衣の方に行きますけど、この脱衣からの階段の、距離感っていうんですかね、で階段が家の中心にあるんですけど、これも非常にいろんな2階から洗面に行ったりリビングに行ったりとか行くするのですごい便利な場所になっています。階段もですね、ちょっと変なとこ入っちゃったけど、階段からリビングとか階段から洗面とかですね、階段から2階、もちろん2階に行くのでもこの部屋からいろんなところにアクセスしやすいような、廊下があるのはあるんだけど、この廊下がすごい使いやすいプランなんですよね。だから廊下がなくて、リビング階段といってもあるんですけど、これはリビング階段にしないパターンで、このように動線がしっかりできて、で使い勝手が考えたプランにしてるので、これをね、やりつけるっていうのもそうですね。かなり無理ないテラスがついてるっていうのも、今回のね、依頼者に合わせて、デザインしたものになっています。部屋は、子供部屋は 4.5 畳とはっきり言っても小さめなんだけど、別にね、今の配置でテーブルとかベッドに置いて、模様替えもできるぐらいのスペースだから、そんなにクリアにならないと思いますよ。場合によっては、今クローゼットついてるけど、これなくせば5畳5畳になって、ファミリークローゼットがあれば、別に各部屋のクローゼットなしにして、お企画で対応できるので、狭いなと思ったら、今これクローゼットついてるけど、これやめてもらえばいいです。それで5畳5畳になるので、コストもね、下がりますよ。扉、クローゼットドア2つもなくなるんで。部屋が広くなってコスト下がるっていう感じなので、そういう対応を向いております。
ろんなね、ファミリークローゼット、シューズクロークのパントリー、部屋干しスペース、屋根付きのごちそうさまでした。あと、動線計画ですね。歌を入りました。ご視聴ありがとうございました。それでは、おやすみなさい。じゃあね。なかなか終了せないんだよ。